Peggy 18. For Dragon's Dogma 2 of Capcom's Elite joined forces to create One Vision, an epic action game set in a breathtakingly beautiful open world in which your actions have a profound impact on how the adventure plays out, the challenges you'll face, and the ultimate fate of the Kingdom of Casardis. Together, producer Hiroyuki Kobayashi and director Hideaki Itsuno assembled one of the largest development teams ever to bring this legend to life. In part one, meet the team that brought this fantasy to reality. Discover what makes the game unique and how to choose your destiny as the Arisen. の心に何か残そうと思うと、新しいこと、新しくてまあね、ユーザーが驚くようなことをしていかないと。カッコの社内ですごい優秀なメンバーが集めて、この DD というチームを結成することができました。次の世代のアクションゲームに持っていきたいと、今までにない、自由度の高い、でもユーザーが見て、こういうことがしたい、でもそれの反応がある。名作と言われるような RPG とか全部影響されてるんですけども、そこにカプコンのアクションの、魂をプラスしたっていう、今までのカプコンのゲームの中で一番大きな広い世界を作ろうと考えましたのがドラゴンズ・ドゥーム。ファンたちの世界で全部アクションで全部自分の入力者通りできるっていう、実際プレイヤー自身がその世界に飛び込んだ世界になっています。本当にモンスターが本当に目の前にいるような生々しさというか、生きてる感じを出してますし、操作のプレイ感も本当に実際自分が、プレイヤーになったような動きができるタイミングでいろんなアクションが できる、アクションゲームとなってます。ゲームをクリアするための道順をたくさん用意したいっていうのが、ゲームデザインの要になってます。ハイファンタジーの世界で、主人公が本当に、仲間のポーンと冒険する、すごい壮大なゲームになっています。まずは、触れるということ、触れて、感触のあるアクションゲームにしたいと。抱えることもできますし、掴んで登ることもできますし、それを投げることもできますし、本当に触って隅々まで見てくださいというしかないですね。I am impressed. このゲーム、さまざまなエディットができます。本当に顔の形や本当に髪型、目鼻口と体の体型ですね。いろんなことができるんですけど、カスタマイズできるのが見た目だけじゃなくて、ちゃんとアクションのコンバットの性能にちゃんと影響するように作ってるので、冒険の中での選択肢、それからキャラクリエイトした時の選択肢、もちろん職業、どういうふうに成長させていったか、どういうスキルを身につけたかっていうのが全部、その組み合わせの良し悪しが全部戦闘の方に影響して、プレイヤーの方にフィードバックがあるように、見た目だけじゃなく、行動とかゲーム中でできることを含めて全体で整えないと、今まで関わってきたタイトル、どのタイトルよりも達成感があるというか。僕が今、遊んでいるパーティーっていうのは、プレイヤーはマジックアーチャーで、パーティーはマジックユーザー1人にソーサラー2人、僕は遠くから弓打ってですね、前の魔法使い3人たちがやれ地震だの竜巻だの炎だの駆使して、すごい目の前で巨大なエフェクトたちがバンバン鳴りながら、そこに遠くから僕は弓で打ってる状態です。 The decision is yours, Arisen. Now, choose. 全く新しい遊びを、ユーザーの皆さんに提供する版がこのドラゴンドグマというゲームなのかなというふうに思ってます。ストーリーがありまして、ユーザーをきっといい意味で裏切るような面白い、すごい驚きもある展開になっていると思います。カプコンでも今までやったことのないような形ですし、大変だった分、それがこう形になった喜びっていうのは大きいので、何年もかけて作ってきて、で気がついたら結構すげえゲームになったな。これ
今までないよ。For Dragon's Dogma, Capcom brought together an elite development team to meet the challenge head on. Led by Itsuno and Kobayashi, they created an adventure of epic proportions that establishes a new benchmark for the genre, offering the player a rich fantasy world to explore and the freedom to choose their own path. That is Dragon's Dogma.